皆さんこんにちは、山本真央です。今日は釣りやゴルフ相模原店にやってまいりました。シダを、シダ、はい、2023年になって、はい、新しいものがいっぱい出てるんですよ。はいはいはい。でまだ打ったことないです。2本目はこちらです。こちら、じゃじゃん、キャロウェイ。これ見たことあります。はい。おー、飛んでるわ。190いった。安定してますね、うんうん、安定してる。どれもネクスト。はい、はい、じゃ続きまして、はい、3本目、はい、3本目はこちらです、はい、でもピン、はい、ピンの G430、はい、SFT、はい、合ってますか、はい、の HL モデルっていう、はい、HL モデル、はいはい。山田ちゃんに問題です。はい。でんでん、はい、違いわかりますか？ちょっと一回皆さんに。何の違いですか？とこっち見して。これとこれ違い。こっちが今紹介したやつ。これとこれの違い？はい。G430同じやもんな。ここの位置。間違い探しみたいになってる。何？ここの位置違うんですか？ああ、確かにね。え、これどうなん？え、何が違う？でも惜しいね。惜しい。そこが違うね。そこのウエイトなんだけど、はい、ウエイトが何かが違う、ね。何かが違う？色？おお、合ってる。そうです。え、合ってるんですか？合ってます。あ、合ってる、はいはい、最初に渡した方がちょっと銀色かかってる、はい、そうですね、これが、そうそうそう、はい、左手で持ってる方で、はいはい、ちょっと濃い方はちょっと前に出たものなんですよ。あ、そうなんですね、うん、黒、そう、ちょっと素振りしてみてください。それで少し違いが分かると思います、はい、お、じゃあさっ、うん、新しいやつから新しい方打ってみる。はい、ほう、ほう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 、これはこうでしょ、これは、え、軽い、軽いっていうかめっちゃ走ってくれるんですけど。そう、合ってます。合ってます。さすがっすね。めっちゃ走ってくれる、これ。確かに全然違う、これ、HL モデル、はい、まあ、出たばっかりのものですよって言って、はい、その軽いって言った方は 271g、うんうん、271g で、まあ、やっぱ軽めなのね。うん、軽めでした、めちゃくちゃ。そう、今日打ってもらってるもっと同じぐらい軽い感じ、はい、でもう一個の方は、まあ、本当一般男性さん向けの重さで作られてて、うんうんうん、まあ、293g、はい、はいはいはい、という形で。確かに。そう、このモデルがめちゃめちゃ飛ぶんですよ。ほう。で、ただ少しちょっと重たいなって方もいて、はい、なんでそういう方向けに今回ピンが、はい、実はヘッドだけじゃなくてシャフトもグリップも全部軽くしたの。うん、だって全然違いますもん。そうそうそう、本当に。そう、こんな感じ。そんな感じですかっていう感じのモデルです、はい、なんで、まあ、ちょっと内からにしてもらいたいなと思って、はい、こっちからしようかな。普通の重さからします。普通の重さから、はいはい、きます。おお、うん、なんか飛んでる、飛んじゃってるね。飛んでる飛んでる200で、これが、え、軽い。何このスムーズさ軽い。一応、はい、そのハイロンチって、はい、ちょっとカンペ見ますねカンペというかカタログ見ます。これ高難度って意味で、高難度、そう、高難度って意味で、はいはい、さっきの打ったのは多分10度ぐらいなんですよ、はい、打ち出し角多分10度って書いてある、はいはい、そこにもちょっと注目したいな。あ、本当だ。うんうんうん、
すごいかも。確かに。おーおーおー、うん、打ち出し角197ぐらいで打ち出し角 10.4 ちょっと高いですね、まあ、さっきより、うん、いやでも、まあ、そこまでって感じだけど、そうだね、うん、まあほら毎回こうぴったり上がる人とかいないから、うんうんうん、あれこれどっちだっけ、赤い方か。そうです、今打った方が赤い方です、うん、いやこれはこれはいい待って、マジこれめっちゃ楽しい、こんな違うのかってぐらい楽しい。やば、打ち合わせが 11.1、 うん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 、へえ、もう一回ちょっと普通の重さのやつで打ってもらって、はい、楽しい、何これ。でもそれはまおちゃんのいつも使ってるのよりはだいぶヘビーだと思う。うんうん、そうですね、うん、なんか重たいからなんか飛んだみたいな感じ、うん、触れるのがすごいけど、ね、うんうんうん、打ち出し角やっぱ9.3、まあ、そんなにはあの打ち出し角も、うん、とバックスピンもそんなには変わらない、うん、いいかもしれないけど、やっぱ振りやすさ、振りやすさ、多分さ疲れてきたりするじゃん。そうですね、そうそうそう、そういうの考えると、うん、まあ、18をちゃんと使えるのかなって、うん、すごい、本当に全然違いすぎて、全然違いすぎて面白い、うん、じゃあちょっとまた軽い方で打ってもらってもいい？はい、もうビュンビュン振れる、ビュンビュン振れる、ビュンビュン振れてビュンビュン飛ばせる、そう、そう軽いから面白い、振れるから飛ぶから、うんうん、軽い、軽くていつも通り振ったらいつも通りになっちゃうから、そうそうそう、ちょっとビュンビュン振ってみましょう、ビュンビュン、ビュンビュン振ろう、はい、でも200、あ、200いった、200いった、うん、ちょっとここで下ろす、じゃあ最後に一発打ってみる、はい、これいいんじゃない、なんかちょっと頭に当たったけど、そんなに、おお、いい、いい、おー、200いった、あ、ビュンビュン振ってるもんね、200いくわ、おお、じゃビュンビュン振れるもん高さがね、13度で、うんうん、そう、今まで結構10度がどっちもかって、ね、そう、このぐらいの高さが出るといいですね、そうそうそう、わお、204いったよ、そう、ビュンビュン振れる特徴がもう一個あって、はい、他のクラブと違って、はい、そのクラウンの部分なんかちょっとボコボコしてるのね、あ、してますね、これ、これ、あ、ここ、そう、はいはいはい、それがタービュレーターって言って、はい、タービュレーター、振った時に空気をこううまく逃がしてくれるんです、うーん、空気抵抗、そう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 、そう、はいはい、そういうのもあって、はい、あのビュンビュン振りやすい、なるほど、そうで、これ重い方もついてて、もともとはピンは、はい、重いのね、ヘッドが重くて、はいはい、さっきさちょっと重いから飛んだって話だったけど、うんうんうん、それコンセプトで、はい、で、あの重く、わざとちょっと重くして、はい、バチコーンって飛ばすんだけど、うんうんうん、でも重いと触れないじゃん、そうですね、だからそれをつけたの、おー、なるほど、だから今度それにさらに、あのそれでもちょっと全体重いよって感じる方のために軽くした、はい、やばっていう感じだから、まあ本当にやばいですね、ビュンビュン振れる、ビュンビュン振れてビュンビュン飛ぶ、だって200だって2回行ったもん、確かに、そうそうそう全然違いました、本当に、おー、面白い、ずっとほっとけたいまだ振りたいもん、でも僕も面白いです、あのなんかこう、まあちゃんほらあんまりこう
クラブのさ、マニアではないじゃん、はい、そうちょっとメーカー知ってるからとかぐらいじゃん、うんうん、だから、はい、そう打ったことをそのままこう言葉にするから、うん、まあ、あの素直な言葉で言う、うん、言うじゃん、うん、でもなんかもう本当カタログ通りって感じでまあ、ピンのクラブは使ったことないんですけど、これいい全部いいって言ってるけどね。ピン、いや今まで全然違う、はい、最後に持ってくるクラブが一番多分いいんだないいって感じです。めっちゃいいクラブじゃないですか。でシャフトがさらにもうちょっと軽いのも出てるの。うん、そこが真央ちゃんぐらいの多分、はいはい、いつも使ってくれる重さだと思うんだけど、はい、もうちょっとなんていうのかな、軽い、そう、レディース用、そう、レディースに近いような軽さのも出てるから、うんうん、そう結構親切なんですよ。うんうんうん、ぜひ打ってみてください。シダスレアゴルフさんにて。そういっぱいあるからいいよね、いろんな種類が。そう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 、さっきもね持ってきていただいて、そう これありませんかみたいな聞いたらすぐ持ってきてくれました。まあお店によって違うかもしれないんだけど、ね、この相模原はこう大体なんかあるなって、はい、ありますね、これありますかこれありますかって全部あったから、そうそうそう、あの多分そう大概あると思います。はい、って感じで3本目はピンの G430HL でした、はい、でした。ビュン。ありがとうございます。